キャッスルバニア発売おめでとうございます、おめでたい、ありがとうございます、ありがとうございます、発売されました、ありがとうございます、いよいよ、はい、ね、はい、発売しちゃいましたね、はい、というわけで、はい、今日は、はい、ある方から手紙が届きましたよ、もうちょっと僕あの今日ちょっと届け、はい、ナッツじゃなくて、はい、ナッツ、ナッツからちょっとこれ直接来ない、僕らそう直接来ないでいつもね、大西さんがサーヤ経由の、そうね、前略、小島様、竹下様、ナッツです、はい、本日はご多忙中、うん、キャスバニアと私のためにご出演ありがとうございます、うん、しかし私は行けません、はあ、出ましたよ、本業の虫取りが忙しい取れるの今虫が大量発生しているのです、ああそう、身動きができないほど、ああ大変だ、すごい、全ては、オナ中の2人に託したので、ついに発売となったキャッスルバニアに花を添える100点満点のプレイインプレッションのリアクションをお願いいたします、そうそう、え、だやもうオナ中の、オナ中、オナ中だと、オナ中らしいよ、ああそう、ではでは早速やっていきましょう、はい、はい、今回やるのはどういったステージなんですか、あの皆さん今日発売日なんでいろいろやれてるんですけど、かなりこう中盤の、ステージになります、なるほど、今まではですね中ボス戦というかその大きい戦い、敵との戦いを見ていただいたんですけど、今日は普通のステージのところでちょっと謎解きのところですね、ちょっと今日皆さんに見ていただきたいと思いますので、じゃあちょっとピンチの時はあれですよ、あの変わってくださいよ、最初から言っちゃうんですね、最初から言っちゃうよ、OK、 よさあ、おい、あの爆弾をですね投げてきます、それを避けてですね掴んで投げ出すことができます、お、避けて、ちょっとそれ見せて、それ見せて、避けて、ちょっとそれみたいな、アルパンさん見せてくれるんだろうな、そうですね、出会った瞬間に R2、 出会った瞬間に R2、 そうですよ、 L2 ガード R2 でしょ、ですね、いろいろ掴みますすごいビビりながらあ、来ましたね、ん、なんとあらあら、ステージのですね、はい、いろんなところでこのチュパカブラが出てきて、はいはいはい、主人公のですね魔力っていうかあの魔法の力を奪ってきます、本当だ、はい、これ左右のなんかがなくなって、左右のですねこの光と、はい、影の魔力ですね、今取られちゃった、はい、取られちゃったんで、来ましたよ、あ、これですね、そうです、これ投げ出す、あ、なるほど、お、はい、あ、これはこれはこれで結果オーライ、え、結果オーライ、あ、爆弾、バーン、なるほどなるほど、ちょっと掴んで、掴んで、うわ、見て、そこで落とす、落としたのをもう一回 R2 でですね、拾う、 R2 で、うわ、投げてるな、はい、そうです、うわ、なるほど、へぇ、投げましたね、結構すごい投げてきますね、投げてきますね、すごい投げてきますね、そうですね、投げられたものを投げやすい、これ迷いますね、どっちですか、でもこっちでしょ、え、ビビりすぎない、そんなにびっくりするところじゃないガクンと落ちちゃったからね、お、まだでっかいの出てくるんじゃないですか、そうですね、ちょっとですね、ここですね、あー、よし、あかん、うわ、なにこれ、何これ、はい、あの、イノシシみたいですけど、ワートホックというキャラクター、ワートホック、はい、なんか乗りましたね、乗ってる乗ってる乗ってる、わわわ、今上にゴブリン乗って操ってるので、お、実はあのゲーム中ですね、今回こういうキャラクター乗れるんですね、で敵をですね、これはちょっと弱らしてですね、うん、また、R2 ボタンで敵を捕まえるというのができますので、じゃんじゃん攻撃していただいて、いや乗りたい、あのワートホップの攻撃はですね、うん、あのガードで、あのカウンターガードができますから、お、カウンターガードこれですね、ちょうど痛い、すごいカウンターじゃないやすごい、このタイミングすごく難しい、難しい、やばいっすね、これやばいっすね、やばいっすね、あ、この状況から変われます、いや、もうこれ厳しいでしょ、これ、これ厳しい、なんとか、なんとか、うわー、全然見せられてないな、ちょっとその、乗っかるのって見せてもらって、うわ、任しちゃうもん、乗っかるとこですか、乗っかるところ、サーヤはうまいよ、なぜ私のプレッシャーをサーヤはできるでしょ、うまいよ、サーヤできることですよ、できることですよね、やっぱり、それ当然、それは当然、あ、ここから、なるほど、どんな技を見せてくる、私こればっかり、いや、いいと思います、これ大好き、これかっこいい、これがいいんでしょ、そうです、これがいい、実はこの掴んでる間っていうのは敵が、はい、縦になる、
そうなかなかこうしてこれないので。そうなんです。人質状態なんで。なるほど。なるほど。なるほど。安心してられる。おお、聞こえてます。ああ、受ける。なぜかチュパカブラは関西弁。関西弁なんですね。ああ、今弱りました。お、来た。はいはいはい。おお。これに今の乗ると。おお。乗った。おお、乗った乗った。はい。あ、なるほど。乗れましたね。へえ。アクションでこう丸が見て。そうですね。そうすると乗れるってことですね。あっさり行ったで。じゃあ次。なんでやられた。これでちょっと助走をつけてですね、その扉をですね、打ち破る。打ち破る。はい、おおすごい。なるほど。ゲーム中ですね、いろんなキャラクター実は乗れることができて、そのキャラクターたちを使って敵を倒すことができますから、ここ爽快にですね、まとめて敵を倒すことができます。はい、ああ、これ先ギートですね、いいですよ。いいですね。敵がですね、あ、わわわわわわわ、逆にこう、うわすごいじゃん。じゃん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 。やれるんだ。アートフォルム倒す。これいいじゃない。うわうわうわ、めっちゃおもろいじゃないですか。うわうわ、関西人半分来とるでって言ってますね。そこだといけない。ちょっと戻っていただいて、右の方ですね、ここ登ってくれって言うんですね。あー、なるほど。おお。そういうことですね。登ってですね、禁止ちゃうかな。禁止ですよね。禁止か、禁止なの。おお。さあ、来ましたね。ここでどうすんの。いますね。いる。ジャンプじゃないですか。ジャンプですね。いる。おお。あ、いた。意地悪。ちょっと。何か電源が来ましたね。来たね。もう大丈夫。ここですよ。ここですね。謎解き。ここはちょっと皆さん買っていただいて、ぜひ。わあ。わあ。もう一回言ってよ。もう一回やられるのこれ。ちょっとなんか考えてください。使えるものは何？今。ない。ない。あ、お、何？お、置いとい。動けてない。ジャンプして。乗っちゃったらやられるわけですよ。ボンでバン。ボンボンでバン。お、それじゃねえか。ごまかせ、ごまかせ。ほらごまかすんだ。チャンスチャンスチャンス。ほらほら楽しんでるじゃん。はいはい。アルツ。つまんだ。あー、なるほど。こういったやつ謎解きがですね、いろいろステージに乗った。うわー、ちょっと可愛い。可愛い。そうね。いや、好きした。好きしましたね、これ。結構ですね、パズルのボリューム結構ありまして、いろいろ解けるとスッキリするね。ねー、なるほど。そうですね。さっき先住んでたとこあるじゃないですか。あっち進んで行っていただいて、で、ここまで先ほど全部クリアしたので、行くとですね、そこ降りていただいて、で、またちょっと左の方行っていただくと、扉がという壁が出てきます。で、こういった壁も先ほど魔法でできるんですけど、影の魔法をですね、まとってですね、で、影の魔法をまとった状態で、で、さっきのガードの状態です。で、それで方向ボタンで押すとですね、方向ボタンキュッて、はい、おお、あれ、なんか開いた。いろいろ魔法が使えるといろいろいけない扉がいけたりとかですね、へー、なことができるんで、タックルで、そうですね、で、これで進んでいっていただくと、なんとですね、このゲームタイトルになってますけど、城が見える。おお、かっこいい。これが今回のキャッスル。キャッスル、へえ。する。うわー、でかい。でかいな、城。まだまだ半分。半分。やっと、やっと城に来たみたいな。やっと城に見えたっていう。へー、ちょっと綺麗だな、この城。今のようなのも何箇所か。そうですね。城の中でもいろいろ撮りたりするな。城。城もやばいんでしょうね。城やばいです。しかもっとやばいですよね。もっとやばい。イライラします。イライラする。イライラする。敵だったりパズルがすごい難しくなってくる。なるほどなるほど。もうやりごたえ的にはもう全然。すごいあるじゃんね。は
はい、そういうわけでありがとうございました。ありがとうございます。いやもう早速続きをね、はい、やりたいですけども、うんはい、で今日ですね、うん、もう一つちょっと映像をお持ちなのでちょっと皆さんに見ていただきたいんですけど、キャッスルバニアに今コマーシャル、テレビコマーシャル絶賛放映中でして、はい、ちょっとそのコマーシャル今日お持ちしたので、なるほど、はい、じゃあ早速、じゃあ早速、はい、まずですね、うん、30秒バージョンの、はい、キャッスルの魅力はこの無知アクションの爽快感なんだよね。キャッスルの魅力はこの無知アクションの爽快感なんですよ。技がどんどん増えるんだよね。技がどんどん増えるんですよ。真似すんなよ。真似しないで。っていうかキャッスル知らないでしょ。っていうかドラキュラからやってますよ。いかがでしょう。やってません。キャッスルバニアロードオブシャドウコナミ。これあの吉田さん。そうですね。ウイニングイレブンで登場してた吉田君。このコンビですもんね。はい、あそれがまたキャッスルバニアの。そうですね。彼がすごい上にハマってたんですけど、うん、キャッスルにも手を出してた。なるほど。吉田シリーズだ。吉田シリーズですね。うん、で彼はちょっと昼ね、五十嵐君からちょっといろいろキャッスルの情を手に入れてですね、はい、なるほど、なんと夜ですね、はい、これスカッとするでしょ。悪魔城のね最新作なんですよ。へえ、吉田よ、それ全部俺が教えたことじゃないか。あれまだいたんだ吉田。キャッスルバニアロードオブシャドウコナミ。あれじゃいいやつ、あ、うん、性格的になるほどなるほど。でもう一つね、こんな吉田君も言ってですね、うん、これはスペインの会社で開発を手掛けたんだよ。そうですよね。で、日本語版総合監修が小島プロダクション。知ってますよ、小島でしょ。吉田、小島監督知ってるの。知ってますよ、友達ですよ。マジ？マジですよ、飲んだりしますよ。どこで。赤バレとか。赤バレ。キャッスルバニアロードオブシャドウ。絶対嘘つきました。いや面白いね、はい、面白い。ちょっと吉田くん来ましたね、これ。はい、はい、というわけで、うん、いよいよ発売となった、キャッスルバニア、はい、まあでも本当に一部ですよね。そうですね、はい、まだまだ今日、はい、今日触らせていただきましたけど、今回ボリュームがすごいので、うん、普通に物語を楽しんでても20時間から30時間、うん、で先ほどの試練の遊び込み要素をやっていくと、うん、やっぱり、ね、あの悪魔城は 100% の人が楽しみになって、うん、そこをやり込んでいただければ年末年始ですね、うん、かなり遊び込めると思いますけど、そうですね、クリスマスに予定のない私は、うん、100% を目指して家でチコチコやろうと思うので、なるほど、クリスマスにね、はい、ぜひまあそういうねご一緒の方もいらっしゃったらお家で、うん、なるほど、はい、ガブリエルに恋しときます。ああ、はい、いいですね、それいいね、はい、そういうわけでね、あのキャッスルバニアいよいよ発売されましたので、うん、ぜひあの皆さんね、はい、早速ね、みんなやってほしいですね、はい、はい、そんなわけで、今回はキャッスルバニアの最新情報をお届けしました、はい、ありがとうございました。俺もクリスマスでも空いてますよ。俺も多分キャッスルバニアかな。どうですか。まあ、キャッスルもやるけどどうですか。あ、そう、え、お前最後に来てお前最後の最後でそういうことか。あ、そうか。